生リーベジュ学園より愛を込めて、皆さんごきげんよう。テレビアニメ私の入りはお仕事です。白鷺姫役小倉優衣です。ごきげんよう、綾小路美月役上坂すみれです。この番組は現在放送中のテレビアニメ私の入りはお仕事ですを盛り上げるために、私たち2人が外面と本音を駆使して最新情報や魅力をお伝えしていくラジオ番組となっています。はい、2回目です。2回目だね。いや、1回目はね、とても楽しかった。楽しかったね。本当に1回目とは思えない、もう自由さでね。そうなの、もうコアナーもね、だいぶ本音が出がちのね。外すらあったかしらね。勇者勇者はあった、あった、勇者勇者はあったかな。まあ挟んでいこう。そうだね、外面を。ちょっとじゃあ2回目は外面ももうちょっと挟んで、はい、いけたらと思います。はい、それでは始めていきましょう。皆様本日もごゆっくりどうぞ。この番組は私のゆりは制作委員会です。一人者の提供でお送りします。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。改めまして小倉優衣です。上坂すみれです。はい、最近についてとありますけど、最近について近況4月14日だってこれね。あっという間だね。もう新学期が始まってしばらく経った、新生活とかもね、始まって、もう新学期がどうだったかとか遠い昔の記憶だな。ゆいちゃんってさ、でももう中学ぐらいから仕事してったよね。そうだね、この仕事。学校ってぼちぼちしか行けなかった？いや、結構ちゃんと行ってた。あ、そうなんだ。そうだよね、大学もちゃんとね。そうそう、卒業してたもんね。どうだった？なんかだってゆいちゃんってさ、そのロリの頃からさ、ロリの頃からえらいやばい可愛かったからさ、なんかクラスでその可愛い浮きしなかった？可愛すぎて。どうなんだろう、そんなことはないと思うけど、あ、なんか中学1年生ぐらいの時に入った学校でやっぱ壮絶なちょっといじめを受けて、本当漫画みたいな。だからそれで、あ、それなんかの記事で読んだ。そう、ひゃーってなって、ゆいちゃんのインタビューで、ですぐ転校して、そっからはその芸能科のある学校だったから、すごい平和になって、そうそう、本当に漫画みたいだった。そうだ、なんかそうゆいちゃんの半生を語るみたいなロングインタビューちょっと前にあ、出た、ちょっと前に出たやつ、半生を語る。なんか、あ、そんな、いや、ほんと今思うとね、漫画ができるなみたいな。それこそさ、姫もさ転校したじゃん、そう、ちょっと重なるなって、ちょっとそうだね、思った。そうだったんだ。そう、でも高校入ってでからもなんかやっぱ芸能家のクラスだったから、割とみんなもなんかこう仕事してるみたいな感じの子多くて、でも そのなんかさ、思い切ってやっぱ転校ってさ、私したことないんだけど、結構勇気いらない？いる。そう、ね、でもよかったと思って。そうだよね、環境変えるって意外に大事なんだなみたいな。いや、本当になんかそうそう、学生時代って学校が全てみたいにさ、思っちゃうから、一瞬ね。そう、でも大人になるとさ、意外にさ忘れるじゃん。忘れる。だから大丈夫だよって言ってあげたいね、この今の悩める学生たちに。と今辛すぎて、そこだけが全てと思いがちだけど、わー、もう後になったら忘れられるから。ガンチクある。重みすげーみんなこの回を辛くなったら聞き返してほしい。大丈夫、大人になったら全て忘れる。ゆい先輩のありがたいお言葉これ本当だから。だいぶね話それましたけど、でもね、あの、最近についてから、最近についてから、てんてんてんだからね。意外とねまとえてたかな。まあ、まとえて、もうみんなね、もう新学期が一番しんどいからね。いや、今きっと辛いよね、この 1,2、ね、週間ぐらい経ってさ。もういいのよ、友達とかね、いらんのよ。気づいたらできるから。できるの？友達、気づいたらできるよ、友達。え？できえ
気づいたらね、あれなんでなんで、なんか違う子で、え、無意識、え、なんでなんで、え、なんか友達、大学とかさ、高校とかもなんか気づいたらさ、やっぱ何気づくって、え、無意識、無意識の間に何やったの、無意識のうちに、そんな意識をしなきゃいけない、友達なんかできるわけないじゃん、ごめん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 、何言ってんのさ、あれおかしいな、あ、そっか、それはあなたが人気者だから、いや、人気者だから時代的に友達ができるんでしょ、きっと友達になりたいよ、嘘だ、取り留めつかなくなったんで、そうだね、あのアフレコの時の話とかそ, う、うん、そうだね、うん、今の未来見ていこう、そうだね、アフレコはね、ま、うん、結構前、いつだ、もう去年の夏頃やってたかな、うん、そうだね、結構前、ゆいちゃんがね、うん、T シャツ着てたからそうだと思う服装で、服装で服装で覚えてるのか、うん、夏だったっけ、そっ か, なんか夏と結構暑かったと思う、そっかそっか、うん、確かに確かに、そうでさ、うん、なんか結構もうなんだろう、キャストがあんまりなんかたくさんはいない現場、うんうん、分散収録してたけど、うん、さらにあのフルでいても、まあ、そうだね、うん、4、5人みたいな、4、5人でだからすごいさ、なんか部室みたいだったよねなんか雰囲気が、うん、確かに、で確かゆいちゃんが南さんの隣に座ってて、うんうんうん、で、あのそのあのハス向かいに高一さんが座ってて、うんうんうん、で私結構ちょいちょい駆けつけで行ってたんだけど、うんうん、もうなんかかなりその3人で盛り上がってて、うん、ちょっと入れなかったそんなことないそんなことないちょっとそんなことないって、あの入れなかったおかしいな、あれしかも私切れてるしちゃんと今でありなさいよとか言うからさ、やっぱ切れるから別になりがちなんだよね、あの姫と別に本線じゃないからね、だからあのみつけの切れターンがね、そうそうそう、もうこっからじゃあみつきさんどうぞみたいな、思う存分切れてくださいみたいな、ね、すみかさんとかのこちゃんと姫ちゃんが喋ってる間に私は待ってるって待ってて、ね、いやでもすごいなんか、うん、なんだろう、みんなで女子トークというか、うんうん、なんかそれこそ女学園感あるなってちょっと思いながら撮ってた、ね、本当になんか、うん、来校者様にはこうメンズもいるけど、うん、来校者様ターンはまた別だったから、うん、本当に女子だらけだったね、そう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 、で、うん、ゆいちゃんはやっぱセリフ量も多くて、うん、お腹が空くからね、なんかずっと食べてた、しかも、うん、毎回結構ジャンキーめのもの食べてたから、そうそう、うん、ゆいちゃんって昔からさ、うん、ジャンキーの好きだよね、結構好き、どうなってるの、うん、体内、体内どう、え、なんだろう、でも聞かれるんだけど、それなりにはちゃんと食べてるんだよね、そうだよね、うん、結構さ、上映会の時、うん、お腹空いたって言ってさ、うん、なんかララポートのご飯食べ尽くしてたよね食べ尽くし、あのこの間のねあの先行上映会の時にありとあらゆる豊洲の飯、なんか私お腹空きすぎてなんか低血糖になっちゃうの、結構、あ、なるほどね、お腹空くとフラッとなっちゃう、だからそう、うん、ちょこちょこ食べなきゃいけなくて、うんうん、なんかもうその時もお腹空きすぎてフラフラしてきて、確かにか、おはようみたいな感じになってそうだから食べ物くださいって言って食べ出したらめちゃくちゃ元気になったよね血糖値次第なんだね、そうなのよ、うん、結構血糖値に左右されるから、もうガン上げで、そう、お便りのアフレコの時はもうさ、うん、移動する3分前ぐらいにさ、サンドイッチだって言って唐揚げだーってワニアリングだーって食べようって言ってずっと食べてた、もしゃ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 、そのおかげでね、でも、うん、あのフルマックスのゆいちゃんをね、うん、見ることができて、よかった、血糖値に感謝ですわそうだね、うん、食べるの大事だね、そう結構心配されるんだけど、食べてますかみたいな、でも食べてみたいな、ちゃんと食べてるんでね、なんか、はい、ゆいちゃんが食べ続ける配信とか見たい、ああ、ただひたすら食べてるっていう、そのリーベン出てくるさ、うん、なんかいろんな甘いものあるじゃん、うんうんうん、あれを全部食べる配信とかやってほしい、いいね、お制服着てお制服着てヤペさんはお家であのねメイド服着てるのをちょっと、私はねメイド監視カメラみたいな感じちょっと置いてもらって 私だけ隠し撮りなのなんで
お家での過ごしてるペさんの特典と私がじゃあ食べ続けるっていう特典映像、そうだね、特典映像をどこかでねQR コード読み取るとね見れるってやつやろう、ね、はい、はい、ちょっとまた脱線しましたけども、はい、アニメもね2話が放送されましたよ。イエイ、はい、2話はですね皆さんでお給仕を始めましょうということで、うん、作品を大きく動かすことになるかのこがようやくねやってまいりました。ゆいちゃんの推しキャラ、そう私の推しかのこ、あの重すぎる愛がね面白いんですよ。そう、うん、重い愛の感じが好きなの？え、そう。そうなんだ。え、なんか漫画読んでる時から、うん、もうなんか行き過ぎてて面白くて。そうだよね。そう、本当になんか、みたいな。もう、あの、本気ぐらいの。そうそうそう。結構ちょっと面白かった。そうだから、うん、それがアニメになってさ、余計ちょっと遊び心ある演出というか。確かにね。なんかもうちょっとホラーになってて、もう目のハイライトとかないもんね、うん、そう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 、うんうんうん、なんかそれがねすごい、あ、いいねって思って。確かに、うん、あの田中みな実さんはですね、うん、こうゆいちゃんのことが大好きで、うんうん、なんかなんて呼ぼうか迷ってたらしいですね。そう、なんかでもそれをねこの間のアニメジャパンの、うん、ほんと出る30秒前ぐらいに、30秒前にそう急にみなみちゃんからのって言われて、なんかそのあのの言い方怖っみたいな。私そうなんかずっと同じ学年だけど、うん、やっぱちょっと先輩だと思うから、なんかなんて呼んだらいいかすごい なんか悩んでてというか、ゆいちゃんって呼んでいいのかなってすごい思っててみたいな感じで言ってくれて、30秒前にでも私は全然呼んでみたいな、ゆいちゃんって全然呼んでみたいな感じで、うんうん、なんかすごい嬉しいし、うん、そんな逆に気使わしちゃってごめんねみたいな感じの会話をして、そこをステージに出ていくっていうかのこだね。めっちゃかのこっぽかった。すごい、うん、その言い出すまでメイク中もずっと考えてたんだろうね。そうかもしれない。どうしようどうしようどうしよう。可愛かった。そんな。でもそんな素振りをさ、うん、上映会ではあんまり見せなかったから、うんうん、なんか不思議だね。ね。なんか普通に楽しんで、うん。でもさっきもなんかスタッフさんが上映会の時、うん、ペさんにも見とれてたって言ってて。私に？そう。DD 本当に DD なんだって自称だったけど、本当に DD なんじゃないか説がねちょっと出始めてますよ。本当だね、みなみちゃんは。確かに、はい、そういえばあの映画館に行った時も、うん、あ、推しの映画が流れてると、ね、DD だったね。そうね、面白いよね、うん、みなみちゃんね。確かに、うん、え、美容室知りたいって言ってた。ああ、ペさんの私がツヤツヤだから。いや私実はね、うん、1年美容室行ってないわ。そんなことある？そうなの。じゃあ何、体内から出てるの、そのなんかトリートメントの成分みたいなのがもうなんか分泌されてんのかな。すごいね。多分ワインでできてんじゃないかな。もうすごい、毎日の晩酌が美肌を作ります。そして美しい感じ。いや確かになんかワインってちょっと美容にいいっていう説もあるもんね。多分それ嘘なんだけど。嘘なの？多分ね、諸説あるかもしれないけど、あれはね酒飲みが作り出した奇弁だと思うんだけどポリフェノールは入ってるんだけど、そうだよね、アルコールも入ってるからさ、うんうんうん、でもね昔から髪が丈夫で、うん、そう、なんかまつげとか眉毛もね、うん、丈夫。確かにまつげふさふさのイメージある。なんか下まつげがすごい生えてる子供だった、うん、そういいね、生まれつきのねなのかな、うん、だからでも美容室、ゆいちゃんはさ、うん、結構定期的に行くよね。私めっちゃ定期的に行く、うんうんうん、どんくらいのペースで行くの？え、もう 2,3 週間に1回くらい。 2,3 週間に1回、うん、行く。す、え、いつ寝てるの？え、なんか忙しいんだよね、やっぱり。松パーも行って、松パー、まつげのパーマですか？そう、ネイルも行って美容室も行ってってなると、やっぱ毎週なんかしら、え、やらなきゃいけないから。え、だってさ、めっちゃ働いてる上にさ、そう、マツパの時間まで取られるわけ。そうなのよ、大変よ。え、まつげのパーマってさ、うん、
え、まつげが上に上がる。なんで手動かしてんの、こう下から上にこうまつげが上がるのかな。私やったことないんだけどさ。あ、でもベさんやったらもうすごい、本当になんかもう人形みたいになると思う。え、もうなんか森天マックス上げヘアみたいにもうペガサスみたいになる。そうだね。でもいろんな上げ方あるから、うん、自然な感じにもできるし、うん、もうバッチリって感じにもできるし、しかもさ、あの美容もさ、うん、めっちゃやって、メイクもめっちゃやってるじゃん、うん、いつ寝てんの確かにすごいね、うん、でも寝てるよちゃんと、6時間とか7時間とか。もう床で寝てない？そう、最近はもう潔く寝ることにして。今まで渋々寝てたんだね。渋々寝てたんだけど、うんうん、もう諦めて寝て朝起きてやるってことにした。なんかいろいろ準備とか。えらー、よかった、進歩だ。そうなのよ、うん、だいぶ進歩した。そうなんだね。そう、じゃあもう週にさ、もう何時間ぐらい美容にかけてることになるんだろう、ゆいちゃん。でも、うん、今日はなんか写真撮るからメイクしたけど、普段はあんまりメイクしないから。あー、でも確かにアフレコの時は結構ナチュラルだよね、うん、そうそうそう、うんうんうん、だから日によるからどうなんだろうね。うん、メイクするときはどのくらい時間かけるの？メイクするときはその時の気合にもよるんだけど、うん、例えばイベントとかあるときはちゃんとかける1時間とか1時間半とか。あ、自分でイベントの時も結構自分でやるんだ。あ、そう、自メイクの時とかすごい、なんかまつげを植毛したりする、一本一本。ま、ん？つけまつげを。まつげを植毛？そう。え？ん？なんか毛束をそう植えてまつげに。それが結構時間かかる。え？そんなことできるの？そうそうそう。科学って力ってすげー。そう、最近ね、自然で。でもやっぱまつげを植毛するとめっちゃ漏れるの。へへー、目が、ね、ちょっとふざけてるでしょ。違う、違う、本当にさ、本当にナチュラル。おじさんそんなこと知らないからさ。おじさん、おじさんびっくりだよ。おじさんは植毛は頭にするもんだと思ってたよ。なんかダメよそんなこと。お姉さん、僕は頭にする職務しか知らんかったからさ。ちょっと、まつげにさ、そう、職務できるんだよ。つけまとは違うんだね。あ、でもつけま、つけま、つけまなんだけど、うん、最近はなんかその束が細いのが流行ってて、なんか昔みたいなつけまって言ったらベロンってなんかこうつけるまつげだけ。そう、なんかまつげがさ、あ、そうそう、ペタってくっつくやつ。今はもうやっぱそれじゃなくて、うん、なんかどっちかっていうとこう1本2本ぐらいの毛束を足すっていうのがなんか流行ってる。え、プラモじゃん。ガンプラより難しいよ。いや、でも大変ほんと、うん、そうだね、うん、そんな苦労があったんだ。そう、いや大変だね、うん、いや美少女って大変。でも楽しい。あ、楽しいんだ。楽しい、メイクしてる時間。そっか、うん、もうゆいちゃんのさ、もう SNS を見てるとさ、もうメイクのなんかこだわりポイントとか書いてあってさ、うんうん、そう、インスタをねよく見てるんだけど、うん、すごいよね。いや嬉しい。もうなんかファンの人も鍛えられててさ、うん、気づくのすぐ。え、もうどこを変えたでしょうって言って、はい、ピンポイントでリップの輪郭足しましたねみたいな。リップって輪郭あるんですか？じゃあちょっとそろそろ、もうそろそろメールをね紹介して。あ、ごめんなさい皆様。ひらしーさんからいただきました。ありがとうございます。小倉様、上坂様、ごきげんよう。ごきげんよう。3月24日のスペシャル先行上映会、当選して両部参加することができました、うん。第1話最速プレミアム試写会は落選して参加できなかったので、うん、その後原作7巻の表紙の姫ちゃんみたいな顔で過ごしてましたが、うんうん、やっと8巻表紙の美月さんのような表情になれました。あ、この表情ね。あ、これね、これ落選顔だったんだ。落選顔なの。そう、そうな。落選と確かにご用意されませんでしたと。ご用意されました。いいね、なかなか分かりやすい。これは素敵なメールだな。素材だったんだこれ。原作のオタク的には
は、細かいところまで原作にあった要素が感じられて、大好きな作品がちゃんとアニメにしてもらえてるなというのがとても嬉しかったです。キャスト様のトークパートでも最近の原作の話まで話題に上げていただいて、作品に寄り添っていただけてる感じがとても嬉しかったですということで、なんとね、あの両部とも見ていただいて、じっくりと楽しんでいただいて、本当にこのあまりにも原作のことが好きすぎてちょっとカットされてしまったところもあるあのお便りでね、うん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 、あるんですけど、本当にあの原作が大好きな、こう方が送ってくださいました。だからそんな方にもちょっとこう認めてもらえるじゃないけど、魅力がやっぱ伝えられてるって本当にすごいことだなと、ね、いや本当になんかやっぱ背景とかの描写もめちゃくちゃ細かいし、ね、2話でいくとなんかこう舞さんがあのこれがあのリーベの契約書だよみたいな感じで、普通アニメってさなんか文字とかってぬぬぬぬみたいな、確かにゴニョゴニョってね書いてあるじゃん、びっしり書いてあって、そうなんか細かいこだわりがすごいよね。そうこの歌入りのアニメ、そうなの、多分なんかこう、メニュー表とかもね、ねちゃんと書いてあるんだろうなって思います。そうだから本当に客席のあの方絶対島本様だとか、そんなことまでわかるんだ、すごいね、すごいすごいすごい、確かに来校者様も、あのなんか常連来校者様みたいなのがね、結構いらっしゃったりするから、そういう描写とかも、あの見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思います、ね、今後またどんな、ね、展開になっていくのかな、原作と合わせて見るのもまた ねいいよね、本当に今ね、かなり原作はあの光一さん曰く地獄、そう確かに ねもうちょっと過去のいろんなことがあったりね、あるんですけれども、アニメは天国ですから、そうですね、そう、はい、あの引き続き皆さんからのメールをねお待ちしておりますんで、よろしくお願いします、ではここで一曲お聴きください。テレビアニメ私の入りはお仕事です、エンディングテーマ、白崎姫綾小路美月で夢が覚めても。君と私の間古くて確かめる距離、本当の気持ち隠して世の中にあるどんな言葉でもエレガントに変換してしまうエレガント変換のコーナーです。ゆいちゃん、今日のお題はこちらです。新しいクラス全然話す人いなくてマジやべえ。それではお願いいたします。はい、新しいクラス全くおしゃべりできるお方がいらっしゃらなくて、ペコリン。カフェリーベ女学園より愛を込めて、ペコリンですわ。おペコリンですわ。おペコリンです。ここでカフェリーベ女学園からのお知らせです。私小倉優が歌う秘密メロディーは4月19日発売。さらに6月7日にはサウンドトラックの発売も決定、お楽しみに。テレビアニメ私のゆりはお仕事ですのブルーレイが全3巻で発売決定です。
第1巻は6月28日水曜日発売、第2巻は7月26日、第3巻は8月23日に順次発売予定です。みまん先生書き下ろし漫画が掲載されたブックレットやオリジナルドラマ CD など豪華特典が盛りだくさん、各法人で予約受付中になります。詳しい商品情報特典については公式ホームページをご覧ください。私のゆりはお仕事です。原作はコミックゆり姫にて好評連載中、コミックスは第1巻から第11巻まで発売中です。5月17日水曜日には最新第12巻と公式コミックアンソロジーが同時発売予定です。お楽しみに。ではここで原作の魅力を伝えるこちらのミニコーナー、今週のスミペレコメンド。原作の中からお気に入りの一コマやワンシーンなどを紹介するこちらのコーナー、今回の担当スミペです。はい、うん、今回おすすめするのは、わたより第一巻から、うん、この姫ちゃんに、うん、かの子かわいいよって制服姿を褒められてかーってなるかの子ちゃん、ドアップのね。そう、このもう1ページほぼぶち抜きの、いいよね、テレ川のかの子ちゃん、めちゃくちゃかわいい。そう、このね、まあかなり強引ちゃ強引に、うんうん、あのリーベに入っちゃうわけですけれども、うん、あ、絶対人気出るって思った瞬間、確かに間違いないよね。ねえ、うん、そう、しかも照れすぎてこうセリフもないんですよね、うん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 、ただカーって書いてあるだけで、うんうん、そうで、あのその次のコマで姫ちゃんが可愛いって言った、姫ちゃんが私のこと可愛いって言ったってなんかもう、うん、そこですごいかの子が分かるよね、人間性というか。そう、この、ね、もうエピソードですごく、うん、こういう子なんだって。そう、うんうん、でこうね、ちゃっかり舞さんが髪もまとめてもらいましたってちゃっかりと似合わせプロデュースされてる似合わせプロデュースしてるっていう。そうなんですよ、うんうん、髪型かぶりもなし、うんうん、素晴らしい、確かにコーディネート力です。なるほど、その視点はなかったね。あの、うん、眼鏡もね、あの、うんうん、スミカさんと被るからといって多分ね、確かに、だからすごいプロデュース力だね。うん、ということも含めて好きなシーンです、うん、ね、ぜひ見てみてくださいね。皆さんのおすすめもぜひぜひ送ってください。原作コミックスは11巻まで発売中です。こちらもご覧くださいね。そして今日紹介した作品の最新情報は公式サイトや公式 SNS にも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、今週のカフェリーベ女学園からのお知らせでした。カフェリーベ女学園より愛を込めて。私のお仕事は〇〇です。作品のタイトルにかけてリスナーの皆さんのお仕事のことやアルバイトのことなど私たちの知らない世界を教えてもらうパートです、うん、まあ、我々はちょっとねバイトの経験はないね、うんうん、のでいろいろとねお伺いしていきたいと思います、はい、まちゃさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、すみぺ、ご機嫌うるわっしゅー。私のお仕事は IT 企業の営業です。社員証を使った事務所の入場退場のフラッパーゲートや社員証を使った社員食堂の決済システムの販売導入を行っています。社員証や交通系 IC カードで社員食堂の給料転引できるって知ってましたか？お二人はラジオやテレビ局の社員食堂を利用されたりしますか？最近のシステムはお皿の後ろに IC チップがついていて、レジ台に置くだけでカロリーが出たり決済ができます。すごい、むずすぎてあんま頭に入ってこなかったけど、ね、出たって思った。 IT 企業ってよく聞くじゃん、単語だけって。確かに。でも何なんだいって思ってたのよ何なんだいって何なんだいって IT 企業って何なんだいってIT 企業知らない筋肉そうなーにって思ってたから、どれなんだいどれなんだい、愛なのかい、愛なのかい、どっちなんだいだからびっくりした。それが IT なのっていう。 IT なんかもっとパソコンで、うん、私のイメージね、うん、カチャ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 って暗号を打ち込む、うん、それハッカーハッカーのやるかIT はハッカーではないよなんと思ってたカチャカチャカチャってなんか、あ、なん
べて数式みたいなの、なプログラムみたいなね。そうそうそう、だからそっちなんかいって営業なんかいって確かにIT 企業って幅広いね。そう、なんか別角度の IT のお便りは欲しいかもしれない、はい。まあ、確かにプログラミングとかやる人もまあいるっちゃいるんだろうけど、うん、こういうなんか足を使ったね、幅広いんだね IT って一言で言っても、ね、へえ、社員証ってこんな便利なんだ。すごいね、なんか社員の経験っていうのがないから、うんうん、なんかちょっと憧れるこの社員食堂。ゆいちゃん社長やって、あ、そう、私社長はやってるでも社員を経ずに、うん、急に社長に就任しちゃったからドラ息子じゃん家族経営のやばい息子じゃん何も知らずに急に社長になっちゃった、急になっちゃったから見よう見まねでちょっとやらせていただいてて、じゃあ、うん、社員のみんなになんかこういうね福利厚生を ね与えてあげたいね、うん、あげたい、うんうん、確かゆいちゃんの社員食堂とか欲しい、ゆい社長の。大丈夫かな、栄養とか。え、あ、そうか、そう、ゆいちゃんの好きなやつしか、うん、ラムネとポテトしかないポテチの今日何味みたいな、日替わりポテチみたいなABC のポテチ、あ、どれ食ってもグラム売りする脂質しか取れない社員にはポテチしか与えられないのに、うん、心なしかのトマトジュース、トマトジュースなんだねサラダではない、そうそうそう、トマトジュース飲んだければ健康かなみたいな。あ、なるほど、そうそうゆいちゃんの社員食堂はでもコラボ食堂とかね、ね、いいね、やってほしいな、やってみたい、はい、うん、ということでお時間でございます。引き続き皆さんのお仕事のことを教えてください。今現在のことでも過去のことでも OK です。以上、私のお仕事は〇〇ですでした。カフェリーベジュ学園より愛を込めて、してきました。テレビアニメ私のよりはお仕事です、ウェブラジオカフェリーベジュ学園より愛を込めて、今回の放送も間もなくお別れのお時間です。番組では皆さんからのメールを募集しています。作品の感想や私たちへの質問、各コーナー宛てのメールなど、どんなことでも OK です。メールは番組の配信ページから送ることができますので、ぜひコーナー紹介も合わせてご確認ください。そしてこの番組には温泉プレミアムサポーターの方だけが聞くことができるおまけコンテンツがあります。ぜひプレミアム会員になって、こちらも聞いてみてくださいね。ということで今日今スタジオ内がねIT 筋肉のことが教えられなくて知らないつぼってるんですよずっとパワーそれね、面白かったね、パワーだから ね、 そうだね、 IT とは無縁、 IT わからない筋肉なんだっけえ、何のラジオだったの、これはまたゆりのラジオですね筋肉 TV じゃないですね、筋肉 TV ではありませんはい、アニメの感想そうです、ね、お待ちしています。とにかくアニメの感想メール、はい、お待ちしてますよ、よろしくお願いします。じゃないとね、私たち秒で脱線しちゃうの で、 そうなんですよ、助けてください皆さんの力で救ってください。はい、ということで以上、ここまでのお相手は白鷺姫役小倉優衣と綾野浩二美月役上坂すみれでした。本日もご来店ありがとうございました。ごきげんよう。この番組は私のゆりは制作委員会です、一人社の提供でお送りしました。